まりました。ロビンズ・オーマスの偽動画を終わろうのコーナーです。3秒で動画が終わるな。残念だったわね。もう5秒経ってるわ。さてログインボーナスを見ましょうか。ちょっとツッコミチャンスよ。グリューで処刑やこうぜ。グリューあたりの海お姉さんが習うか。話を進めない。賛成賛成。じゃあ見てみるか。え、何そのグリューはやめろ。話なんでおでんのストーンエッグがあるのよ。また畳のバカが注文したの。分かって失礼ね。分かって、私が注文するわけないでしょ。このボッチマン、あんたも人のこと言えないボッチじゃない。私には恋人からいるわよ。あんたはパーフェクトワンよね。上海がいるわよ。来年ザクブルやろう。武者震いだ。勘違いするな。誰のどこが武者震いなのよ。誰がおでんのストーンエッグ注文したんでしょうね。誰でもいいぜ別に。実用性がなくて邪魔なだけじゃない。なんかおでんがなんか痛そうだよ。なんて言うんですかね。置くだけで踏めなくなるだけ。置いてみよう。昨夜は不滅なり。そりゃ昨夜いたわね。今回のミッションはなんだ。黒曜石を集めてください。メガに行くために集めるんだね。やっと進んだ気がする。今日で全て終わらせてもらうね。アリスさん、どうしたのよ。よん、希望は捨てましょう。絶望的に信頼されてないですね。まあ私に対するお嬢様の信頼ないから。信頼ないから。これもこれでよき。誰かこいつを止めろ。それはそうと、今何をしてるんだ。食料生活、本当に気合入ってるね。食料あるのに食料集める必要あります。何を言ってるのよ。ヨウム、食料はあって困らないわよ。日光当たってるけど大丈夫か。発達に行かなくなって喋りましたね。この状況は一体何なのだろうか。体は一つしかないから燃えないわよ。そういえばそうだったわ。やっぱ燃えるわ。お嬢様のピンチです。ここで消火活動を行います。これでもくらい。昨夜一つ言いたいことが。どうかしましたか。レミリアさんに投げたら爆。わかりました。危ないから投げました。投げたら爆破するんですけど、点火はしてないので安心です。ならよかった。ちょっとあれ見てよ。どうしました。これはどうなるのかしらね。爆破だな。出た。そんなわけで洞窟に来たぞ。黒曜石だからマグマにつけないとね。鍾乳石なら大量にあるわね。さてどこから降りようかな。ここから降りろと私の心に聞こえたわ。どこに降りる場所があるんだよ。近くにマグマが見えるな。黒曜石に捨てて手に入れたいぜ。そのためにはまず下に降りないとな。それにしても降りる場所が見つかりませんね。前はこんな感じで降りれたのに。どんなイメージなのよ。亀と泳いではないだろ。フラン様泳ぎます。泳がねえよ。降りられそうな場所見つけたわよ。まさかとは思うけどさ。ここからだいぶで水ぼちゃよ。キャラコン大丈夫か。愚問ね。私は全てにおいて一流なのよ。私はコメディサトリオ。切り方が一流だったな。こういう時になんて言えばいいんでしょう。下手。オーバーキルが決まりました。なんだ夢か。現実から目を背けないでお姉ちゃん。そらしてなんかないわよ。どう見てもそらそうとしてるよね。なんでそう思うのよ。字幕が見えてるよ。あ、逃げた。お姉さんって運転できるのか。アクセルとブレーキを壊すぐらいはできるよ。衝突不可避。寝されたわね。私の方が綺麗に散れますけどね。早んでもいいわ。今は何をしているのかしら。多分マグマだまりを探してるんじゃないですか。いや、金目のものがないか探索してるだけよ。黒曜石探してください。それで何を手に入れたんだ。これ純金の毛根だな。 SSR の激レアよ。まあどうでもいいからマグマ探そうや。一ついいかしら。どうしたんだ。私のセリフ少なくない。影が薄いんじゃない。じゃあこの動画置いとくわ。画面が見えません。いいダンスだと思わないか。画面を見せろ。すみませんでした。ここにはマグマがないわね。レッドストーンダストならあったけどな。レッドストーンダストって、空飛んでて火の玉投げてくるやつよ。それはダストだ。風速が短時間に不規則に変化する現象のことですよね。そういう話じゃねえんだよ。レッドストーンダストの話からそれてるね。それすぎて羊が PC でレスバしてるレベルですよ。もっとマシな例えはなかったの。そうだぞ、いくらは高いんだぞ。おいくらですか。なんてね。もう喋らなくていいから。誰か助けて。自分がコールな。とりあえずマグマ見つけたので黒曜石手に入れますか。なんかマグマが流れてない。掘る場所間違えちゃった。まあ間違えちゃったのなら仕方ないな。次はうまくいくよきっと。二人ともありがとう。私が同じことやったら怒るのに。謝り方があれだからな。なんでそんなこと言うのよ。やっちまったで。スマソスマソ、ちゃんと謝ってるじゃない。どこがだ。だから妹に距離を置かれるのよ。あんたはちゃんと謝れてるって言いたいの。変だね。私も同じよ。同じじゃねえか。さてあの二人はほっといて黒曜石手に入れますか。ヨウムちゃんに無視されたら終わりだね。じゃないと心が壊れるんですよ。さて水バケツに持ち替えた。とやとやとや。何やってんだお前はよ。ミスしちゃったぜ。めんごめんご。何もなかったわね。アリスを本気で怒らせてはいけないわね。上海ビビってこけしになってたもんな。また松明がないとこにいないか。松明を置いた意味はあったのだろうか。動画内ではあまりないかもな。メタフね。それにしてもマグマが見つからないな。一体どこにマグマがある。いきなりスケルトンが出てきたな。みなみな、みみみみみ、皆さん、まずは深呼吸してからトルコアイスをクリス。まずは、ってこうか。落ち着いてますよ。今まで読んだ動画の枚数を数えてるぐらいには。ヤウザは読めないからね。スケさん、ヤウザは読めないからね。ヤウザは読めないからね。この状況を見てアリスさんはどう思います？もう無視でいいんじゃないかな。まだマリサ召されてるのね。ここは危険だと思います。今すぐに地下に逃げましょう。今まさにここが地下だぞ。ここは地下ではありません。スケルトンがはびこ。ハッピーパラダイス。強いのよ。体は一つだから力は使えないからね。降参。
こまで情けないと思ったことはないぜ。おかえりマリサ。普通の私は安全じゃないっす。皆さんこんにちは、こちらです。本日はごめんなさい、人が突然かけるとある日が最前段の目ですが、業務がぶっ壊れて何言ってるかわからない。そら見るといいよ、ここ聞か。さて全然道に迷ったので迷ったわけですが、同じこと2回も言ってない。3回目もいかがかな。私でも怒るんだよ、お姉ちゃん。小石に怒られるのならば聞こえよ。小石はカツオを投げるのか。新しい発見だな。パチュリー様やっと話せましたね。気にしてること言うんじゃねえよ。ここはどこですか。私はコンパス用具ですよ。やったー。あんたはプロテインマッチョッチョ委員会副会長よ。それは絶対ないです。ほらウーパールーパーが悲しんでるわよ。かすりもしてない怪盗。うだけは合ってるぜ。うだけな、広い空洞に出てきたな。ほんの一瞬だけどクリーパーもいたわね。あそこに見えるのは廃校ですかね。そんなわけでガンボムさん、ここで行く。もはや誰かもわからない。冒険です、冒険なんです、冒険です。マグマを見つけました。凄まじいっす。道に迷ってるのにマグマって見つけられる。そういや一つ思たんだが、どうかしたんですか。マグマを鍾乳石で貯めて黒曜石を集めればいいんじゃないか。私たち何しに洞窟に来たんでしょうね。筋トレしようぜ筋トレ。立ちは黙ってろ。ここから地上の光を見れる保証はあるのでしょうか。方向音痴じゃなきゃいけるだろ。なら危ないですね。なんでだ。道に迷って宇宙を見たことあります。大半がそうじゃない。ロケットか何かなの。いきなりどんどん大変なんですけど。さあ、この迷いが描かれる場所よ。勝手にコンビニに入っても困るんですけど。さあ、ロケットの夢でどうにかなる。意味わかんないんですけど。それにしても今回は愉快で。まるで自分で夢をやってるみたいだな。あのカツさんとか感覚のバルンという。正義がいるから地上に来たかん。見事なわなんですけど。けど敵を全て倒したわね。近くにスポーンブロックでもあるんじゃないか。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、キャベツの千切りを5秒でやれって言われた気分です。例えが謎なのよ。スポーンブロックがあったわね。とりあえず周りを明るくしますか。私が明るくしてやるわ。やめんか。私が同じことやったら小石はどうする。コウマさんに家出します。家でクリティカルダイレクトインポッシブルだ。人に理解させないゲームでも流行ってるの。まあチェストの中身を見てみましょうよ。金目のものが入ってたら私に売らせてちょうだい。まだ何もしてねえだろうが、めぼしいものは入ってなかったな。サドルとかしかありませんね。とりあえず入手しとかない。持ち物がいっぱいだから整理しないとな。マグマの入手忘れてないよね。忘れてたの。私は最初から何やってるかわからなかった。あーなんか気にしたわ。ストレス解消。サドルゲットしてマグマ探しましょうか。それもそうですね。マグマゲットするぞ。しちゃうぞ。フランも一緒に。え、私もマグマゲットしちゃうぞ。しちゃうぞ。寝てもいいかしら。ベッドで寝ましょう。私も身の回りにはおかしな奴しかいないのか。そんな奴いるのね。まったくフラン様を困らせないでくださいよ。プラモデル作ろうぜ。やれあざ倒す。マグマ見つけるよりもすごいこと起きてないか。この動画の終わりはいつなんですか。エンダードラゴンを倒すまでです。私の精神が持ちそうにないわよ。マグマありそうだからゲットしましょうか。やっとマグマがゲットできるんだね。今まで一体何をしてたんだろうな。洞窟内で迷子になってたわね。そんなわけでマグマゲットだぜ。でも目標って黒曜石の入手よね。マグマも黒曜石みたいなもんですから OK です。元凶が妥協してますね。それじゃあ地上に戻るか。地上にマグマあったんかい。こんなにも近くにマグマがあったんだな。業務が倒れたわね。私たちが今までしてきた苦労とは。背景がカマキリよカマキリ。とりあえず自宅に戻ろうか。今回もいろいろあったわね。カバとかカバとかカジキとかいたよな。異世界に行ってたんですか。無事に自宅に帰れるのかしらね。ここに来るまでバッタしたり寝されたり吹かせたりしてるから大丈夫じゃない。そういえば何も大丈夫じゃなかったわね。帰り道は絶対に嫌な予感がします。夜に大麻を置きながら走るのは最高だぜ。自由すぎません。呼びました。呼んでないです。でも開放感が足りないって一言も言ってねえよ。なんで夜に帰ることになったの。確か霊夢がバームクーヘンって実は私がすっぽり入るの。これが原因だと思います。現在進行形で爆破してないか。今は走り抜けることだけを考えるんだ。霊夢はもう賽銭箱を漁ってる。いつもやってるだろ。何事もなく戻れそうですね。何事もあった気しかしない。後ろからゾンビたちが来てるわね。きっと青春の汗を流したいのよ。ゾンビに流す汗なんてないだろ。いい出汁が取れるわよ。かつお節じゃねえか。早く自宅に帰ってよ。ちなみにここはどこですか。地上です。あっ自宅が見えた。そんなわけで自宅に戻ってきました。後ろにあるやつはなんだぜ。カットして作ったマグマ入手装置です。自分の見せ場だ。ここに来たってことは終わりですか。もう終わりだな。次はネザーまで行きたいね。何十年かかるでしょうね。そんなにかからねえよ。まあ終わりましょうか。それもそうね。次回の動画もお楽しみに。